いただきます。どうも、パンケーキと申します。これ、僕の部屋です。どうですか？こっちの部屋行けないっていうね。あるもの適当に飾ってたらこっちの部屋行けないっていう。まあ、欠陥住宅に住んでるんですけど。あー、かわいい！あー、かわいい！あー、かわいい！いや、カネさん、マジでかわいいわ、この子たち。でね、今回やりたいことが、島中にタイルを敷き詰めれば、まあ、化石とか、岩の場所を固定化できるんじゃないかっていう。島中にタイルをね、タイルとか前デザインを並べておいて、で、隙間なくね、隙間なく、どこにも隙間なく、全部前デザインで埋めて、そして、化石とか、岩が湧くようなところ、一つの空間だけを開けておけば、そこに化石とか、岩がね、固定化で湧いてくれるんじゃないかっていうのを、ちょっと検証していこうと思います。じゃあ、まずは、タイルをね、前デザインを敷いていきましょう。はい。敷き終えました。というか、まあ、放送でやってたんだけどね。全部、島をね、タイルで埋めるっていうのを放送でやってたんですけど。前デザインもね、ちょっと変えてハート型にしてみました。まあ、ハートにしたのは、ただの気まぐれで別に何でもよかったんですけど。まあ、見やすいかなと思って、ちょっとハート型にしてみました。で、ここから、化石とかね、岩が湧く空間だけを、ちょっと、開けていきましょう。で、化石はね、もうすでに、このタイルを敷く過程で、全部、取っているので、もう日付進めたら化石が湧くと思うんですけど、岩もね、ちょっと、取っておきたいですね。どの辺にしようかな。まあ、家から近いところでいいですかね。家から近いところ。じゃ、この辺のちょっと空間を開けてみよう。ほっ。ほっ。この辺の空間だけ開けて、まあ、9マスぐらい開けておいて、それで日付を進めてみましょう。はい、日付変更してきました。これでね、さっき、開けた空間に化石ができていれば検証完了ということで、検証成功っていうのかな？ということで見ていきましょう。さあ、化石を、おー !4 つ綺麗に !4 つ綺麗に、ここにしか湧かないわ、やっぱりすげー、イースターエッグかよ。イースターエッグかよ。イースターエッグ。え、これ全部イースターエッグとかやめてくれよ。あ、化石。これ化石の出現率低くなってるっていうことなのかな？イースターエッグが来たことによって1日に、あ、1日にさ、イースターエッグと化石合わせて4つなのかな？それとも化石、は、4つなんだろうか。化石は4つで、イースターエッグも4つとか、まあ、そういう感じ湧くのかな。さすがにないか。化石と合わせて4つだよね。さすがに。じゃあ、岩もね、破壊していきましょう。岩も1日1個ずつ湧くのかな。湧くみたいなんで、岩も厳選できるかどうかちょっとね、確認していこうと思います。それでは、あ、まずは、え、果物をね、ちょっと食べましょう。果物を食べまして、置いちゃった。食べまして、食べる。オッケー。これ1個食べれば、岩破壊できるのかな？岩はね、やっぱまとめて掘りたいですからね。ほい。あ、破壊できた。そして、
岩の卵も出てきた。まあこういう今取れたんですけど、鉄鉱石とかをね集めるのにやっぱり効率よく集めたいですから、岩はね同じようなところに密集してあった方が効率よく集められますよね。さあ岩壊しながら、で壊したところはちゃんとねタイルで敷き詰めて、ここにも岩ありますね。あ、そうか、果物もう一個食べなきゃ。果物を食べて、よいしょ。さあ岩をね2個破壊してきましたので、これでこの状態で日付を進めて、ここに岩がね多分湧いてくると思うので、ちょっと日付何日か進めてみましょう。はい、というわけで、お、岩も湧いてるね。あ、そして化石5つ湧いてるんだけど、ってことはどっかに化石湧いてたりする、もしかしてどっかに湧いたりするのかな。でもここにね密集して岩も化石も湧いてますね。あとは相手の1、2、3、4、5、6なので、うん、一応もうちょい開けとくか、この辺。この辺もうちょい開けといて、よし、もう一日進めてみましょう。岩はもう一つ湧くはずなので、ここにね、では検証していきましょう。ほい、あー、やっぱり岩2つ湧いてますね。うんうんうん。そしてなんか化石の位置なんか変わりました。化石の位置ちょっと動いた化石の位置動くのかな。あ、でもやっぱここにしか岩がね湧かないようになってますね。だから島中の岩を壊して、まあここら辺もうちょっと広げて置いておけば、岩がねここにしか湧かないようになるので、岩の場所を厳選する必要がないということになりますね。うんうん、めちゃくちゃいいじゃんこれで、岩の場所をね厳選し終えたら、まあ、厳選というか固定し終えたら、このタイルをね剥がしていくということで、これいいんじゃないですか。なかなかここにしか湧かないよ100% ここにしか湧かないから、もう楽ちんですね皆さん。ということでね、岩の場所を固定化したいなとか思っている方は、ぜひ島中をマイデザインで囲んで敷き詰めて、ちょっとだけねこういう風に空間を開けて岩の場所とか化石の場所を固定化してみてはいかがでしょうか。で終わったら敷き詰めたマイデザインをすべて元に戻すと。それで、それが一番大変なんだよね。もう、これから直すのがね、大変だよ。僕、このためだけに島を全部埋め尽くしたからね、マイデザインで。本当に全部ね、埋め尽くしたんですよ。ほら。ほら。すごくないですか。いや、頑張ったよ、結構。全部でだいたい4時間ぐらいかかりました。4時間、ちょっと、4時間半ぐらい。あ、ここに湧いてる。やっぱちょっとこういう、やり逃しがあったんですね。やり逃した場所があったけれども。まあ、ああいうところも、ちゃんと埋めてさえいれば、ちゃんと固定化された場所に湧くということが、立証されましたね。
それではご視聴ありがとうございました。ごちそうさまでした。みんなも試してみてください。またね。バイバーイ。